여러분안녕하세요くるみ입니다日本の皆さんに韓国に来たら食べてもらいたいものがあるので紹介したいと思います。韓国の豚足なんですけど、豚足は日本でちっちゃいのをこうやって直接食べるじゃないですか。でも韓国はこんな大きい豚足を目の前で切ってお皿に乗っけてくれたり、持ち帰りできたりするんですよ。じゃあ見せますよ。3、2、1。ああ、そう、結果重くて持てない一人で。いろいろ今のに安い。3個。安いって2000円だった、これだけで。おお、本当に美味しい、本当に美味しいんですよ、これ。日本屋さんで、今のおすすめ、アミエビのソースと玉ねぎと、あと、サムチャン。日本にあるじゃないですか、緑のパッケージの韓国から輸入してるやつ。あれの甘い味噌なんですけど、その3つもついてくるんですけど、このアミエビのソースは、この、豚足。日本語忘れ。豚足はこのアミエビのソースにつけて、玉ねぎはこの味噌につけて食べますって言ってました。最初私この味噌に豚足をつけて食べると思ってたんですけど、違うみたいで、まあ、ふくっても美味しいんですけど、豚足を味噌に、でもアミエビの方につけるみたいで、地元の人の食べ方は。日本の韓国料理屋さんでこういう風に売ってるとこあったんですけど、硬くてそんな美味しくなかった。ここのはすごい脂も乗ってて柔らかくて美味しい。で、あったかいうちに食べるともっと美味しい。ちょっと持って帰ってきたから冷めちゃったんですけど、ナムデムンにあるこのハルメチョッパイっていうお店があって、そこはお店に入って食べるんじゃなくて道端で売ってるだけ、持ち帰り専用のお店なんですけど、そこで買うハルメチョッパイ、おばあちゃんの豚足っていう意味なんですけど、そういうお店が一番美味しいっておばあちゃんが言ってました。本当に美味しい。こんなにいっぱい量があって2000円ってめっちゃ少ないですか？こんなちっちゃい豚足って直接かじってるとなんか臭かったりするじゃないですか。でもそういうのも全然なくて、軟骨も入ってて食感も美味しいところもあるし、味ももともとついてるんですけど、ソースとか一緒につけたり玉ねぎと一緒に食べることによってまたさらに食感とか味も変わってすごい美味しく食べれます。いろんなところに売ってるんですけど、豚足ナムデムンも有名らしいので、ナムデムンで買ってみてください。あと最近若い人に流行ってんのが辛い豚足なんですって。だから辛いの好きな人はベウムチョッパイ、辛い豚足を食べてみるのもいいと思います。結構辛いそうなんですけど、挑戦してみてください。本当に美味しいらしい。私まだ食べたことないんで、今度また食べに行ったら皆さんにお見せしようと思いますけど、もし食べたことあるよって人で、おすすめの辛い豚足のお店韓国であるって人は教えてくれたら嬉しいです。うん、美味しい。見て、一緒に住んでる人がキムチくれたの。おい、キムチ。うん、一番美味しいとこはこの脂肪が乗ってるところ、大きいやつをこのアミエビのソースにつけて食べる。うん、うん、さ、ナムデムンでさ、チャプチェホットとドーナツ食べたから、もうこんないっぱい食べれないので、また明日以降に食べようと思います。みんなの一人で食べれるわけないですよね。何日かに分けて食べるのもいいかも。冷凍しといてさ、レンジでチンしてもいいと思うし、保存食にすればいいんじゃないかな。これでチャーハン作っても美味しいと思うし、もうお腹いっぱいなので、私はごちそうさまして寝ようと思います。みんなも行ってみてね。ナムデムン、ナムデムンで豚足を食べてみてください。では皆さん、おやすみなさい。チャンネル登録して次の動画で会いましょう。여러분다음영상에서봐요안녕